今日のナイス川柳。余命では LED に負ける年、お題腹落ち、カエルヤギさん。 USJ 行きたい子供より女房、お題黒幕、カエルヤギさん。寝てないと言い張る方に畳の目、お題エビデンス、トモコ1967。懐かない、ミケが初めて乗った膝、お題ぶち上げ、トモコ1967。最後まで根性見せろ紙ストロー、お題ストロー、金時さん。花粉症、デビューでデビュー失敗し、お題エビデンス、高原工業校。しゃぶしゃぶで長湯させるな極上肉、お題 ASAP、 まここちゃん。空想の旅ならなれるパイロット、お題パイロット、白玉さん。ストローでズズズゾゾゾと元を取る、お題ストロー、ピカラさん。辛口の君のジョークは刺激的、お題ぶち上げ、島風ヒューガさん。ビニールで湿気防止の紙ストロー、お題ストロー、十字野郎さん。冷めている妻の心にオンシップ、お題薬、ユウさん。死ぬほどに長生きしたいと願うわれ、お題 KPI、 ローズ桜子さん。ストーリー、映えのためなら一人旅、お題旅、小すずめさん。遺言を書けば行く気がしてならぬ、お題遺言、すっぽんさん。薬漬けなのに薬膳料理好き、お題薬、すっぽんさん。歓迎会、早速嫌われる部長、お題 ASAP、 梅田川太郎さん。上司より AI に聞く Z 世代、お題腹落ち、キリキリマイヨ。質問で相手を暴く占い師、お題TDCA、 ハノさん。新人に SNS を SOS、 お題 ASAP、 キリキリマイヨ。明日はゴルフ、目覚まし時計などいらぬ、お題ぶち上げ、梅田川太郎さん。ストローのファーストキスはあなたです、お題ストロー、松ちゃんデラックスさん。3度目の浮気につける薬なし、お題薬、トモコ1967。増えて不安、減れば減ったでなお不安、お題薬、ごまめさん。痛風の薬忘れて酒忘れず、お題薬、花うららさん。失恋の話弾んで恋生まれ、お題ぶち上げ、高原工業校。